ではそうそうお客様が帰ってくるってことはなかったらしいんですけども、この映画で随分多くの方が来ていただいて、もう開館前からもう並んでという方もいらっしゃってですね、本当ありがたかったですね。見終わった後の感想などは聞かれました。見終わった後は本当上条の時のこう熱い感想っていうのもあったんですけど、当時は今回はどうったらいいのかな、なんかいい映画だったっていうことを皆さんおっしゃっていただいて、うん、なんかちょっと今までの沖縄戦の映画とはまた違う印象を持っていただいたのか、今回人間の物語を紡いでみたかったという思いがずっとあったんですけども、うん、まあ、そこがちょっと届いてくれたのかなという気がして、うんうん、とてもいろいろ受け止めていただく方が多くて、本当に良かったなと今思いますね、うん、確かに戦後とやっぱり戦中のお話ってなるとだいぶ印象が違う、はい、そうですね、そうかもしれませんね、うん、なんでじめっとした、うん、嫌なと言いますか、うんうん、まあ、できれば入りたくないなっていうのを思い出しました、はい、そうですね、佐古さんも実際、まあ、入られてっていう感じですけど、はい、どうでしたか。いやもう豪に私も最初に入ったのはもう20年以上前になるので、それぐらい前になるので、まあ最初のこうあれも忘れられないですよね、うん、豪によってですけれども違うんですよね、その規模も違うけれども匂いとか、うん、こう空気のね、とか湿気とか、よくまあこういうところにね人間が出ることもできずにね、ずっとそこでこう潜んで我慢していなければならない、それを強いられていたというのはもう本当に、うん、やっぱり中に入らないとわからないし、でも入ってもそれはやっぱり時代が違うから違いますよね、外で爆音が響く中で。で日本兵が出るなというふうに脅される中でどれだけ辛かったのかということを、まあ、常にやっぱり中に入ると想像しますよね、うん、今回の取材にあたっても、まあ、前回 の, ものから含めてですね、よくどれだけの号に何回入ったかなというふうな感じもするんですけれども、やっぱり沖縄戦というのは号を置いては語れない、そういうのは本当に改めて強く感じたなというふうに思いますね。最初に聞き始めたのは本当少女暴行事件が95年にありましたけれども、その後ぐらいからなんですよね。でも実際に自分で取材をして特集を作ったりっていうのは、やっぱニュース23という番組に入って筑紫さんとご一緒して10年ご一緒しましたけれども、そういう中で筑紫さんが沖縄のその復帰前の記者時代特派員だったということもあって、非常に沖縄に対する眼差しを持った番組で、よく先輩のディレクターたちも沖縄に自分のテーマを持って行っては物を作って帰ってくるということが多かったんですけど、その知らないうちに私もなんかその一人になっていたという感じで、沖縄に行けば日本がよく見えると、この国の矛盾がいっぱい詰まってるんだと筑紫さんはなぜ沖縄に行くのかという話をした時にそう言ってましたけれども、本当に現場に行くといつもそういう声が蘇ってくるというか、私の中でもですね、だからこの常に沖縄から見るとこの国を見ると問い返すべきテーマが常に存在し続ける、そんな思いで今もその言葉にこう背中を押してもらってるような、うん、そんな気がしてですね、まあ、20年経ちましたけど、うん、なんか沖縄はこういうものを考える場所だったり、そういったテーマをこう投げかけていく場所だったり、だから自分の中で本当に大切な場所ですね、はい。2013年にテレビでドキュメンタリードラマというのを作ったんですけども、まあ、その時にはなかなかドキュメンタリー部分は担当しましたけれども、全体でやっぱドラマの分量が多いですから、取材した証言を全てこう紹介しきれずにいて、随分残したままのものが多かったんですね。というかその亀治郎を私自身も経験したことで、ドキュメンタリーだけでもね一つこう作品できるんではないか、そんな思いがずっとあって、で、まあ、その私の中でもある種こう思いを残していたこの島田さんに関する沖縄戦に関するものを一度映画として残しておければなと思ったものですから、うん、そこからこの企画を出した上で、まあ、号が出た後、改めて前回のテレビの時に取材をした方にももう一度取材をさせてもらったり、また新たな発掘の資料があったり、
そのお話を改めて聞く中でも前回は聞けなかった話が出てきたり、ということでかなり前回よりも掘り下げ深めることができた作品になったのではないかなと、あのように思ってます。あと、まあ戦争の時代の話ではありますけど、決して昔話ではないと思っていて、まあ、太田元知事も中で言ってましたけども、沖縄の人にとってやはり忘れられない、ある種こう原点みたいなところがあると思うんですね。一度亀次郎で戦後史を描きましたけれども、もう一度その原点に遡ることで見えてくるものがあるはずだと。で、その見えてくるものというのは実は今日的なテーマがすごく含まれていると思ってまして、例えばリーダー論であるとか、官僚のあり方であるとか、あるいは抗えない権力を前にね、ある種抗って生きろということを残した、そのこの組織の中で個として何を成したのかというところ、要は組織と個の関係というのも、すごく個が何ができるかとかね、そういうものも見えてくるし、なんかやはり今こそ今に取り返してくるものがたくさんあるような気がしてですね、そんな意義は自分でも感じていたんですね。それがまあこの作品に結びついたというふうにも言えるかなと思います。で、おっしゃるように英雄視を絶対しないようにもちろんしたかったし、人間としての苦悩であるとか揺れであるとか、そういうものをね、そのまま出したかったんですね。だから人間の物語にしたかったと言ってるのはそういうことで、まあ今回改めて映画にするために取材したことでですね、最後までやっぱり家族のことを忘れていなかったということだったり、青酸カリをひょっとしたら口に入れようとしているようなものを目撃されていたり、そういうその人間の強さもあれば弱さもあるという、それをそのままこう描ければな、人間島田明が生きた姿を描ければなというのをこう心がけたといえば、むしろそこが目標だったというか、それもありますかね。だからそういった意味では今からは作れない映画なんですね。ですから中に出ていただいている太田健元知事はじめとして亡くなっている方が4人ぐらいいらっしゃるかな。はい、だから本当にこの話を含めてね、ちゃんと聞いておいてよかったなと、残しておいてよかったな、そしてそれをこういう形で伝えることができてよかったなと、やっぱりその証言を残しておくことの大切さっていうのをね、感じましたね。はい。割と島田さんのことでとか沖縄戦のことでって言ったら、今回出ていただいている方は割とそういう意味では割と出ていただいた方が多いですけども、お一人上原徹さんという少年警察官の方を初めてお会いしたのは2013年の時だったんですが、あの頃はまだ一緒にいたお友達と海岸にいたら、自分だけちょっと離れた時に捕虜になっちゃうんですね。で、ひょっとしたらその仲良かった友達のその後が分からなくて、ひょっとしたら彼は自分で手榴弾で自決したのではないかというふうに思っていて、上原さんの中ではもうずっと戦争のことは喋れないってずっと思ってたということでした。でもそのタイミングで島田さんのことでって話をしたら、もう話さなきゃいけないかなということでお話しいただいたのが当時だったんですね。だからその時の経過でようやくこう話そうという気持ちになられる方も中にはいて、そういう意味ではこれをきっかけに初めて口を開いたっていう方もいて、でその実は上原さんとの出会いが亀次郎の映画のにもちょっと結びついていて、いただいたんですよね、上原さんに亀次郎でも。でもう一回またこの「生きろ」でも改めて取材をして、新たなお話も聞けたしっていうこともあって、だからこう私の中では戦争の間も戦後史も含めて全部そういった歴史もつながってくるけども、人もこうつながってきたという感じがあってですね、本当に沖縄のつながりの中で、皆さんの人のつながりの中でこういう作品にしていただいたというふうに思ってるんですね。